皆さんこんにちは、パズル王です。今回もご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではいろんなパズルを紹介していますので、気になったものがあったらぜひチャレンジしてみてください。ということで今回ね、いきなりもうページが出てますけど、なんとクルボックスの最新作が発表されました。いやーすごい。でここにタイトルね、クルボックスプロシャーロックホームズの謎を解き明かせ新感覚パズルとなってます。新作シャーロックホームズですよ。もういわゆるね、謎解きボックスなわけですが、今まで日本のクラウドファンディングで3弾やってるのか。で、これ4弾目最新作が、いわゆる謎解きのもうまさにね、王様みたいな話ですよ。シャーロック・ホームズがとうとうタイトルになりました。シャーロック・ホームズのシャーロックズ・カメラというね、最新作のクルーボックス。で、ただ、毎回クルーボックスは日本のきびだんごさんでクラウドファンディングやってるんですけど、今回この新作はまだクラウドファンディング開始してなくて、このページ自体はプロジェクトの種ということで、これからクラウドファンディング始める予備のページという状態になってますね。まあ多分あと1、2ヶ月ぐらい後にはクルーボックスのこのクラウドファンディング始まるんじゃないかなと思いますが、まあ、まず今回ね、新作自体が発表されたので、そのページと、まあ、どういう新作なのか見ていこうと思います。で、まあ、クルーボックス自体はね、僕のページでももう、今まで第3弾まで、クラウドファンディング出てて、トータル5種類出てるのか。まあ、このページの概要欄に今までのクルーボックスのね、リンク貼っておきます。まあ、パズル好きな方はね、全部持ってるかもしれませんが、で、今回新作がですね、なんとクルーボックス、プロとつきます。今までプロついてなかったので、プロです。もう今までのよりもクオリティが上がって謎解きも難しいというのが、このプロに現れているという感じですね。で、シャーロックズカメラですよ。本当にね、まあいよいよ謎解きといえばそれはシャーロック・ホームズだろうということで、シャーロック・ホームズの名を冠したパズルボックスが出ました。カメラです。で、プロジェクトの種となっていて、まあ、これからね、現在プロジェクト準備中、フォローして最新情報をお待ちくださいとなってます。まあ多分そのうちクラウドファンディング開始になるでしょう。ぜひ楽しみにしていましょうということで、いろいろねこう出てるわけですよ。シャーロック・ホームズが残した謎と、もういろんなギミックがね詰まってます。で、今回もよく見ると、まあ大体カメラなんでカメラっぽい感じで、アクリルっぽいパーツが使用されてますね。で、1個前だとケンブリッジの迷宮かな、第3弾のクルーボックスの方が、まあ、外にアクリルとか使われてましたけど、今回もそれの延長線上みたいな、いろいろ異素材が組み合わされていますね。もう素晴らしい。で、こういう感じ、シャーロックズカメラということで、カメラの形でこの下に、まあ、カメラの三脚みたいな状態のものもついてますね。で、今回も非常に細かい。で、しかも今作はクルーボックス史上最も難易度が高く、従来と比べてさらに多くの謎が仕掛けられた超難解と書いてあって、まあ、まさにクルーボックスプロという名前がついてますからね、すごい。想定所要時間はなんと通常の2倍ということです。すごいわ、楽しみだわ。で、ここにね、ルールは2つ、力ずくでやらないことを論理的思考に基づいて解き明かすこととはなってますが、まあ今までクルーボックスを手に入れてた方はぜひこれも楽しみに。で、今までのクルーボックス手に入れてない方は、今多分きびだんごストアさんの方で普通に購入できますので、この概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひねチャレンジしてみてから、このシャーロックホームズのシャーロックズカメラ、これを楽しみにしていてください。で、どんどん下のページに行くと、2023年のロンドンに、ロンドン警視庁に1914年という日付の未開封の小包が発見されたとなっていて、それがどうやらシャーロック・ホームズからの挑戦状がついているものだということですね。親愛連、親愛なる探偵諸君、これまでの長きにわたり私は数々の深淵なる、謎を解き明かしてきました。しかし今私の時代は過ぎ、身を引く日を迎えようとしております。そこで諸君の中から一人、最も才智と技術を秘めた探偵に私の一生をかけた仕事を託すことを選んだのですと。私が生み出したこの一品、暗号化された仕掛けを施したカメラを君に譲りたい。カメラを開き、
我が後継者の正体を明らかにするがいいと、警具 SH シャーロック・ホームズですよ。いやー、本当にシャーロック・ホームズがタイトルになってるパズルボックス、クルーボックスが出るのはね、もう昔からまあ推理小説ファンとしてはもう本当にたまらないです。で、この謎を解けた者は未だいないと。ですから解いたら後継者の正体を明らかにしてくれるという、そういうことになってますね。まあ、中に何かがあるんでしょう。で、こういう感じです。いや、もう本当に素晴らしいデザインが、そして謎も多そう。で、ここに書いてあるね、素材、金属プレキシガラスと、金属も使われているようですね。まさにカメラ。そしてプレキシガラスと、前のはアクリルだったので、まあガラス、もうちょっと頑丈なものになってるんじゃないかな。まさにこのレンズのとことがガラスなのかな。カメラですよ、素晴らしい。で、箱こういう感じ、シャーロックズカメラと、これが、クルーボックス最新作で、このページがプロジェクトの種ということで、これからクルーボックスのね、最新作のクラウドファンディングが始まる予備段階のページです。なので最新情報をお届け、フォローしてお待ちくださいと。まあ、ここフォローすると、まあ、活動報告でいつクラウドファンディング始まるとかも多分連絡来ると思いますので、本当にね、ぜひここに書いてありますね、ぜひフォローして日本上陸の応援をお願いいたしますとなっております。本当に素晴らしい。で、よう戻って、で、一応ね、ここがクルーボックスプロシャーロックズカメラのプロジェクトの種のページなんですけど、ID ベンチャーさんのインスタがあって、そっちに行くと結構この新作のシャーロックズカメラの細かい情報とか出てきます。で、日本のクルーボックスのクラウドファンディングだときびだんごさんがやってるんですけど、海外だとキックスターターってとこがあって、そこだともうね、海外の方ではシャーロックズカメラキックスターターでクラウドファンディング開始されてます。で、僕ね、毎回クルーボックス今のところ海外のキックスターターの方で先に見つけて応援しちゃって、で、その後きびだんごさんが開始して、まあ海外だとやっぱ送料とかかかるんでね、結果日本のこのきびだんごさんの方が、まあ、安く手に入るというのもあり、今回はこれ見つけたので、日本のきびだんごさんの方でこのクラウドファンディング待っていようと思います。もう本当にね、まあ、きびだんごさんにもお世話になっておりますので、もうぜひこのクルーボックスプロシャーロックズカメラを皆さんで待っていましょう。で、今までのクルーボックスももう相当クオリティ高かったのに、今回クルーボックスプロという名前がついていて、さらにクオリティも上がっていて、謎解きも難しくなっているという、まさにクルーボックスの集大成みたいなもう素晴らしい作品だと思いますので、ぜひぜひね、皆さんクラウドファンディング待っていましょうというお知らせでした。ということでね、ぜひこれをみんな待っててください。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた。